さあということでガムのガムシャラジオ、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、うん、このガムシャラどうもう最後ですよ。だから今日が、うん、いや100点ですよ。100って全然一人も言わんかったね。100の数字出すみたいな。1000になるかもね。普通に普通に楽しんでたわ。いや確かにね、うん、まあ番組のガムのガムシャラジオしたら最後ですけど、番組自体は終わりませんからね、うん、はい、よりパワーアップするということでは、はいはい、皆さんと一緒にね、またこれからも2時半というこの時間を楽しんでいきたいなと、はい、思っております。今回のガムシャラドア、先週いたあれになってんのかな、100点ですよ。100点取りに行くとね、でもじゃあ100点で決めようじゃん。次100点じゃなかったら0点でいいです。はい、ということで、今回のガムシャラドアはまだ一切あれなしでいきましょう。もうね、推定なしで、推測なしでいきたいと思います。うん、ありがとうね。アンキューね。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ガムのガムシャラジオラストのガムシャラのなんで？え？ゴミの採点72点。でかい。でかい。でかい。やばい。本当にや。ほんまに見たい。え？私は私だよ。マジで？かみちゃんか？はい。かみちゃん。かみちゃん。はじめまして。はじめまして。はじめまして。こんにちは。いや、俺さっき首根っこ掴んでありがとうって言うって言ったんですけど、ごめん、ありがとうございます。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 リニューアルおめでとうございます。ありがとうございます。うわめっちゃ人見知りするわ。なんかとりあえずめっちゃうさい。なんかタカ君って呼んでもらっていいですか。タカ君、あーあすごい。いや本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ガムのガムシャラジオ最終回、なんとガミちゃんにお会いすることができました。めっちゃ嬉しい。嬉しい。危なかった。一個間違えばジーコって名前になった時もしたけど、そうですよ。危なかった。はい、来週からはガムとガムシャラジオアルファということで、またいつかガミちゃんにもね出演していただければ、ね、そうね、ガミ、ね、はい、ね、お願いします。お願いします。ガミちゃんがゲストで来んのおもろいよ。おもろいね。正直一番嫌やったシチュエーション教えてみとか。あー、多分キヨやろうけどね。長くてってなるけどね。ということでガムのガムシャラジオラスト最終回の採点はガミちゃんの採点により72点でした。以上自由エッガムでした。また来週からもよろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ちょっと感動がすごい。すみません。すごいよ。普通にお会いはしてたんですけど、え、お客ですれ違ったりはしてたの。オフィスの時にちょっとアテンドとかさせていただいたんだ。え、覚えてるよね。はいはい、あれ、あれでも初めましてって。初めまして。初めまして。初めまして。かみちゃんとしては初めまして。そうそう。かみちゃんとしては初めまして。やばいね。声やっぱいい。やっぱいいね。なんか。言ってほしいセリフ出てこないってね。なんか。そうなんですよ。今になったら何も出るんですよね。シチュエーションがちょっと。ちょっと下ネタを避けていただいて。土の子って感じ。ほんと土の子を捕まえた方がいいって欲しいですね。まあまあまあ、それはね。あ、土の子捕まえた。土の子捕まえたは普通ですよね。土の子捕まえただけちょっといいですか。ごめんなさい。私が言うんですか。はい。誰言うん、ここに。誰言うん。お願いします。じゃあ、いきます。はい、土の子。捕まえた。はい、こっちでーす。めっちゃいいね。本物やー。そうや。うわー、毎回撮ってくれてーってんな。いろんな人のパターンで撮っていただいたりとか、うん、キヨやったら結構、うん、めちゃめちゃキヨみたいなやったりとか。幼なじみ感って言われたので。うわー、ありがとうございます。すごいなまってる感じ。明るいよ。ずっとメンヘラとか言ってたっすよね。ほんまや、ほんまや、メンヘラ言ってた。メンヘラ、確かに、まあ、ガミちゃんもメンヘラ。そうそうそう。
全然、仕方ないよね。そうですね、さっきの電話も割となんかごねたらなんとかなるみたいな女だったので、めっちゃごねてるから、めっちゃ違ったっすね。どうしたなんそのこと言うんですか。絶対夢と私どっちが大事みたいな一回言ったことありますか。言い慣れた。うまかったね。うまだない。初めて言いました。へえ、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いえいえ。ちょっとまだ続くとのことなので、局内であったら、ぜひ、かけないでください。いえいえいえ、もう逆にくっつき虫ですよ。くっつき土のことしてね。じゃあ、ちゃんと土の子捕まえられるように。あー！以上、ガムチャンスのコーナーでした。33通のまま。42.195キロ点。今回のガムチャは5.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 5キロ点。今回
れるから、この場所ではいつまでも自分に素直になれると信じて。いや、これでもあのコツも歌でしょ、もうでも技の展開で、なんか、そう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 、たまには泣いたりもするけれど、ねえ、今日だけはどうか、あなたの最高の笑顔と、その姿見せてよ。ガムネシャラジオ終わっちゃうよ。おい、そう傷つくことさえ生きてる、はい、と実感する今このライフ、踏み出す肩に怯えるのはもうやめたって言える、一人じゃないから、普段通りの何気ない会話さえとても温かくて、ここが僕らの帰る場所だと胸が言えるから、明日から噛み合なくて未来は見据えているから、この時がいつまでも毎日が輝けると信じて、一緒こうやってそばで笑いを描いたいね、たまに怒ったりもするけどね、今日だけはどうか、これね、夜遅いからね、毎日聞いてる、嬉しい、乾いてゆく、いつかきっと深く掴んでも高く飛ぶために、歌い続ける、こうやってそばで笑い合っていたいね、たまには悔しいこともあるけど、明日は明後日も僕らの元にずっとずっとずっと一緒、こうやってそばで笑い合っていたいね、たまには泣いたりもするけど、80夏の会話に聞いてよ、ガムのガムシャラジオ、本当に1年間ありがとうございました。以上、ゆえんでした。